はい、皆さんこんにちは。ノエノン番組のノエノンです。今回はいろいろなスライムを紹介していきたいと思います。まず手前にあるこの4つなんですけれども、ね、箱買いしました。これ箱買いしました。色もいいしね。でね、これね、匂いがついてて、いちごの香りするんですよ。でも24個もいらないよね。で、私箱買いしちゃったよね。いきます。これもう本当にいいよ。めちゃくちゃ綺麗だよ。これラメもラメでめっちゃ綺麗だしね。取り出します。ほらすごいでしょ。わかる、この水飴感。本当にこの水飴だって。めっちゃいい。これは水飴。本当に匂いも水飴だし、食べれない水飴。食品サンプルだこれ。私水飴めっちゃ好きなんですよね。本当にこれいい。何時間でも触ってられる。丸めることもできます。この団子をハサミでチョキリンチョ。あーすごい、くっつく感がすごい。ほらほらほら、すごい。ちょっと待って、テンション上がっちゃうよ。この水、すごい色が大好き。黄色めっちゃ綺麗だし、すごいいい。これは赤いきます。でででで、これダメだよ。イチゴの匂いすんもん。あ、これもダメ。多分間違えて食べちゃいそうだな。押します。これさ、赤はダメだよ。なんでかっていうと、もうイチゴの匂いしてるから。これダメだ。ちょっと待って、なんだろう、ブルーハワイの匂いかなこれ。でもイチゴなんだよね、匂い。なんだろうね、でもブルーハワイっぽい匂いするんだよね。なんでもシロップの匂いだこれは。めっちゃいい。これだけでちょっと本当にもう人生生きててよかったって思えちゃうぐらいすごいいい。これ置いてあって触るなって言ったらもう絶対触っちゃうな。これ本当にいいわ。こんなん風船の中に入れたらもったいなって思っちゃうわ。ちょっとかっこいい、このアングル。はい、サムネ。あ、これがいいよね、サムネ。こんな感じね。全部さ、色とさ匂いを一致してたらもうもっとやばいけど、もう今の状態でもやばいから、これ全部多分イチゴの匂いもありだよ。あ、メロンの匂いと思えばメリオンの匂い、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 匂いにも思えるわ。うん。で、赤はもうイチゴと思えばイチゴにも思えるけど、これさすがにこれは無理だな。レモンの匂いは。はい、赤も終了。最後は青ですね。青はね、ちょっと一回触ったんだよね。戻ってるからちゃんと。あ、でも綺麗だ。綺麗に戻ってる。すごいな。いきまーす。これはスクイーズファンとかは絶対買った方がいい。本当にいいと思う。これもね、いちごの匂いします。また手にくっつかないっていうのがいいよね。いいよね。スライムって手にくっついたり服についたりするとめんどくさいね。服、これは服パジャマなんですけど、くっついても大丈夫だもん。ほら、あ、やばい、あ、やばい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 、あ、やばかった。あ、ダメだった。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、ダメだった。やばい、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 どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、でも大丈夫だよ。ほら、こすれば、ほら、やっぱこれすごいよ。こすればほらなんとかなるもん。あ、ちょっと待って、取れない、取れない。やばい、やばい、やばい、あ、やばい。あ、これ普通にやばい。やっぱね、あれですね、服つけちゃダメです、これね。アウトでした。以上、こちらの4つでした。はい、続いてはこちらですね。2種類あるんですけれども、光友、光友小学校のお友達と共同開発しましただって。よく伸びる、プニプニキラキラ風船が作れるよって書いてあります。じゃあ切っていきましょう。やばいっすね、今ね、風船のね、あの切っちゃった。